皆さんこんにちは、小橋です。田村です。はい、今日のテーマなんですけれども、恵泉女学園が募集停止、名門も危ない逆境の女子大ということでやってみたいと思います。ヤフーニュースの記事を概要欄に貼っておきます。はい、で先日ですね、まあ、その恵泉女子大が、まあ、その実質的にまあ募集を停止して、まあ、大学としての運営をまあやめていくということが発表されたと思います。まあ、皆さんも結構、まあ、ヤフーニュースだったりとか、うん、ウェブニュースにもなってたんで、結構知ってる人も多いかと思うんですけど、やっぱり驚きがあった人も多いと思うんですよね。そうですね、うん、まあ、いわゆるこうなんていうのかな、まあ、難関大、まあ、東大とか9大とか狙ってる人からすると、もしかしたらターゲットの大学じゃないかもしれないですけど、結構歴史もそれなりにあって、まあ、名門の女子大っちゃ女子大なんですよ、恵泉っていうのはね。なので、ちょっと今回ね、そのあたりの記事を、まあ、女子大全体をね、捉えつつですね、紹介しているヤフーニュースの記事を見てみたいと思います。はい、名門女子大が事実上の閉学、今や受験関係者に衝撃を与えるニュースが流れたのは3月22日だと、はい、すみません、今やじゃなくて大学やでしたね、ごめんなさい。1929年創設の恵泉女学園を前身とするミッション系の恵泉女学園大学が来年度からの募集を停止すると発表、入学者の定員割れが続き、閉学を前提にした決断だったというということなんですね。はい、で、まあ、今回ですね、まあ、いくつかその追い込まれた要因というのがありまして、で1つがですね、小規模校で、まあ、受験生にとって魅力的な学部が少なかったこと、うん、そして2つ目が受験生の共学志向で女子大離れが進んでいること、で3つ目が、まあ、立地の悪さということなんですね。はいはい、でこちらの大学は小田急線とか京葉線の多摩センター駅からバスで10分ほどの住宅地内にあると、うん、でまあ、決して交通の便がいいとは言えず、受験生にとってはマイナス要素だったでしょうと、まあ、こういう分析を皆さんも ご存知だと思うんですけど、大学ジャーナリストの石渡さんがまあおっしゃっているということなんですね。なるほど。はい、でまあ、結構まあこの辺の話っていうのは他の大学にも言えることだと思うんですけれども、はい、まあ、実際ですね、石渡氏の調べによると、全国で定員充足率が7割を切っている女子大は10校以上に及ぶと、恵泉、うん、女学園大を募集停止に追い込んだ3つの問題は各校にとって他人事ではないと。でまず1つ目、その小規模っていうことから見ていくということなんですね。うん、で小規模校から脱却しようと学部を増設する女子大が増えていると。90年代までは女子学生の就職が一般職中心だったため、女子大も文学部や家政学部などを設置していれば対応できたと、うん、しかし2012年に成立した第二次安倍政権はウーマノミクスを提唱と、まあ、このあたりのことね、まあ、知らない人はちょっと調べてみてください。女子学生の総合職採用や女性の管理職登用を推奨すると、まあまあ今もねやってますけどね。受験生としては、まあ、家政学部ねとかそういうものよりも法学部とか経済学部とか、まあ、そういう方がまあこう、まあ、就活のイメージが湧くんですかね。そうですね、うん、総合職でまあ有利というイメージが湧いているということで、まあ、その理系学部だったりビジネス関係とか国際系の学部をまあ作るようになったということなんですね。なるほど。で、まあ、実際はですね、主な女子大の2004年と2022年の学部数の比較ということで、まあ、ちょっと今記事をね引用してこれ出してもらおうと思うんですけども、まあ、各校をね結構増やしてるんですよ。まあ、例えばですけど、跡見学園女子は2から4ね、例えば駒沢女子も1から3みたいな感じですね。うん、で、まあ、定員充足率が上がってですね、偏差値も良くなる傾向があるということなんですけども、2つ目の課題である共学志向なんですが、これはね武蔵野大が成功した例だと言ってるんですね。で、こちらのね武蔵野大の前身というのは武蔵野女子大、これはね結構まあ僕とかまあ僕より上ぐらいの世代の方はご存知だと思うんですけども、まあ2003年ぐらいに校名を変更して共学化したということなんですが、キャンパスは吉祥寺からバスで15分ほどの西東京市だけだったんだけども、まあ、2012年にお台場が近い江東区の有明にも開設したと。で、共学化当初4つだった学部はデータサイエンス学部やグローバル学部など新設して、今はなんと12学部ね、ということになっているんですよね。で、3つ目のその立地ということなんですけれども、まあ、結構ね、その都心移転を図る女子大が続いていると、続出しているということなんですが、大妻女子大は埼玉県の狭山市にキャンパスがあったと。だからこちらを2015年に閉鎖して、社会情報学部、比較文化学部など4学部を皇居に近い都心の千代田キャンパスに移したと。で、名門津田塾大の本部は国分寺駅からバスで10分以上かかる小平市にあるけれども、2017年に作った総合政策学部は国立競技場に隣接する千駄ヶ谷のキャンパスにあるということなんですね。はい、まあ、ということで皆さんもね、いくつか知っているね大学の名前出てきたかもしれませんが、はい、まずやっぱり一番の理由は、やっぱ女子大の不人気だと思うんですよ。はい、雰囲気。不人気。あ、不人気。はい。そう。で、やっぱり、まあ、なんか、共学がいいというよりも、はい、やっぱり女子大って、さっきも出てきたけど、学部数が少なかったりするじゃないですか。うん、そうですね。そうすれば、学べることが少なそうだなとか、うん、そういうイメージってありますよね。確かにそうですね。で、例えば、うん、一般総合大学だと、文学部には入ってるけど、他、うん、学部聴講とか行って、他の学部の授業もちょっと取れたりするじゃないですか。はいはいはい、はい。そうすると、あ、なんかまあ一応自分のメインをやりたいことは文学部だけど、うん、ちょっとこの国際関係興味あるから、あ、そういう授業も取れたりするんだとかっていうのは、結構その学生のこう勉強意欲とか、うん、興味を引いたりすると思うんですよね。なるほど、そうですね。うん、なんでそういうのがやっぱ女子大だと、そもそもの学
部が数が少ないから、うん、まあ、ないし、はい、あとやっぱりこう今はなんかこう、まあ、物事ね、まあ、何でもかんでも男子女子で分ける時代じゃなくなってきている部分もあるじゃないですか、まあ、そうですね、そう、うん、なので実際今女子大っていうね文化っていうのが、まあ、だんだんとまあ消えつつあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。確かにジェンダーレス化って言われる社会ですからね、そうそう、今ね、で、はい、しかもさその、うん、まあ、昔大昔ですよ、大昔ですよ、はい、僕が言ってるわけじゃなくて大昔の日本がですよ、うん、その一般的な大学は男子が行くとこ、はいはいはい、で女子は女子大に行きますみたいな、あ、そ、大昔ですよ、昔ですよ、ね、そうだけど今別に関係ないじゃないですか、関係ないです、ね、そう、別に普通の大学みんな男女行きます、うん、誰でも行きますって話なんで、そうするとわざわざ女子大を選ぶ意味っていうのがそんなにないんじゃないかなっていう、なるほど、思うんですよね。確かに、うん、で昔は例えば女子大を出てると、うん、なんかそのお嬢様っぽいとか、育ちがいい、品が良いみたいな、そう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 、はい、だからもうこれも僕言ってるわけじゃないですよ、はいはい、昔の人で言うと、はいはい、品がいいとかね、はいはい、なんかその結婚の時にちょっとこう、はい、イメージプラス、昔はお見合いとかも多かったからとか、あとは就職するにしても、はいはいはい、ね、丸々女子大って言うとなんか育ち良さそうだから、うん、まあ一般職にはいいかなみたいな、はいはい、僕言ってるわけじゃないですよ、昔のね文化ですよ、はいはい、そうってなるとやっぱ行く意味があった、ああ、なるほどですね。ブランドイメージの感じですね、自分のね。そう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 、はいはいはい。なんとか女子大だと、ちょっとこうね、うん、なんか育ち良さそうみたいな。はいはいはい、今は別に関係ないじゃん。まあ、あんまないかもしれないですよ、ね、そうそう。〇〇大だから育ちが悪いとか、はい、別に〇〇大だから育ちがいいとかないじゃん。ないですね。そうそう。はい、だからその意味で言うと、やっぱり、あえて女子大を選ぶメリットがない。確かにメリットないかもしれないですね、今ね。そう。うん、で、そもそも、世界的に見てですよ。はいはい、それこそ、田村さんも、ね、イギリス中心のヨーロッパ見たと思うんだけど、はいはいはい、女子大は女子大やったことないですね。でしょうね。そうですよ、はい。だから、それあんまりだから、やっぱ海外的にも、そんな流行ってないというか。うんうん、流行ってないですね。そうそうそう。世間の流行には乗ってないですね。そう、だって意味ないもん。女の人だけ、こう、寄せるって意味ないから。確かに。そう。だもちろん、例えばね、お茶女とか奈良女とか、うん、まあ、名門の女子大はまだまだあるし、はい、学べることもたくさんあるから、別に僕は否定してるわけじゃないんだけど、はいはいはい、受験生とかご家庭の方々から見た時のメリットがやっぱない。うん、っていうのが一つ。はいはいはい。うん、であと、やっぱり、石渡さんもおっしゃってたんですけど、僕はね、場所もでかいと思うんですよね。場所ですか。そう。うん、やっぱり歴史的にやっぱ女子大とかって、まあ、なんていうんですかね、ちょっとこうまったりじゃないですけど、はい、やっぱりこうざわざわしたところにキャンパスは置かないよねみたい な、 あ、なるほど、やっぱそういう風潮が多分昔あったような気がするんですよ、はいはい、違ったらコメント欄で教えてください、はい、だからやっぱりそんなにアクセスがいい女子大って多くないんですよ、うん、なるほど、もちろんお茶女とかいいんですけど、はい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 、そのやっぱりでもお茶女はそのアクセスがよくなるとかより以前からもうん、歴史があるからね、うん、で比較的だからそのさっきの K 線とかをね、はいはい、まあ、1900年代の前半からあるんで歴史はあるんだけど、まあ、ただ便がいいかって言われるとちょっとね、うん、ってなるとやっぱりその便が悪いとやっぱ今の若い世代の子たちにはやっぱり流行らないですよね、まあ、そうですね、確かにね、そうなんですよ、うん、でやっぱりその例えばまあ駅から歩いて、まあ、5分10分ぐらいはともかく言えばバスで10分って結構でかいね、バスのハードル結構高いですね、そうなんですよ、うん、でやっぱりそのバスも別にね乗れればいいんだけど、はい、例えば雨降るとすごいね歩く人が減るからとか、はい、自転車乗る人が減るから混むとか、あとは他にものキャンパスでも聞いたことあるんだけども、はい、そのバスがすごい混んじゃってなんか歩かなきゃいけなくて歩くと遅刻するとか、はいはいはい、やっぱりねバス歩きっていうのはあんまりこの便が良くないんですよ、まあ、確かにそうですよね、うんうん、ってなるとやっぱり例えば今の大学って同じような偏差値の同じようなことが学べる学部って、うん、ぶっちゃけまあ宮廷とか総計レベルまでないとぶっちゃけ他でもいくらでもあるじゃないですか、いくらでもあると思います、はい、そうってなると、まあ、そこじゃなくてもいいかなって なっちゃうんですよ、ね、他の交通の便のいい選択肢に行っちゃおうってなっちゃいますよね、そうそう、ね、で別に女子大って縛りももう別にないわけだから、うん、確かにたまたま選んだところが女子大だったって人が多いんで、はいはいはい、そうするとまあ別にあじゃあ A 大学にしたら女子大じゃなくなるけど便が良くなる、うん、全然 OK って感じでみんな受けちゃうよね、確かに、うん、ってなるとやっぱりちょっとね難しさがあるんじゃないかなっていうふうに思います、そうですね、うん、あとは一個言えるのは就職なんですよ、はい、就職ですか、はい、で基本女子大って就職まだまだいいんですけど、そうですね、ただ、はい、やっぱり一部の学部はそこまでもう強くなくなりつつある、はい、なるほど、というのは例えば歴史的に、まあ、そのお茶所とかは当然まあ国立だからいいに決まってるんだけど、うん、例えば津田塾とかそういうところとか、まあ、今就職ねランキングとかいつも僕ら出すけどいいじゃないですか、いいですね、そう、うん、だけどあれなんでいいのかっていうとやっぱりそこで学んでることだと思うんですよね、うん、ちゃんと外国語しっかりやってるとか、はい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 、国際系のことやってるとか、はいはいはい、そういうのがやっぱ評価されてると思うんですよ、そうですね、別に女子大だから内定ではないからね、違います、そうそうそう、はい、関係ないからね、大学はね、うん、女子大だからっていうのがないから、うん、ってなると例えばさっきみたいに家政学部とか、はいはい、あと文学部とかだけだと、はい、やっぱりちょっと就職の
なんていうのかな、企業とかでいうと少し一段階落ちちゃう部分はあるんだよ ね、 やっぱりね。そういうイメージありますよね。学生の方もあるんじゃないですかね。そうそうそう、文学部入ってじゃあ卒業後何するのってなんか具体的な職業がなんかイメージできなかったりとかあるんじゃないですかね。そういうってなった時にやっぱりその強い系の学部を持ってるとうまくいくんだけど、うん、まあ、そうじゃないっていうのがあるし、うん、まあ、今明暗がすごく分かれている時代なのかなっていうふうに思いますね。なるほど、そうですね、はい、うん、まあ、ただですね、まあ、今ね、入学されてる人はまあすごいちょっと悲しいと思うんだけども、うん、やっぱり僕としてはその大学が多いっていつも言ってるじゃないですか。あ、多いってます、はい、そうだから別にそのね、全然そのなんか、ね、個別に名前を挙げてさ恵泉がいるいらないとか、うん、そういうこと言う気はないんだけど、でも実際さもう定員かなり割れてたっていう話じゃん。ありますね、はい、でもそれはねしょうがないんじゃないかなと思うんですよね。あ、淘汰されちゃうのはってことですよね、時代の流れで、うん、でそういうところがなくなったら、うん、じゃあその分補助金とかも余るわけだから、はいはいはい、それをもっと研究とかしてる大学にいっぱいつけて、そっちでね、うん、たくさん職員さんとか研究者の方を雇う、うんうん、っていう方に僕は行った方がいいから、まあ、ちょっとね残念な気持ちはあると思うんだけども、うん、僕は仕方ないことなのかなというふうには思いますね。そうですね、はい、うん、まあ、というわけでね今日の話だったんですけども、はい、また今回ですね、おそらく憲本ではなかろうかというものを頂戴しております。はい、はい、なので開けていきたいと思います。はい、はい、ちょっとねこれ品名が何も書いてないんで、はい、何かしらいただいたんだと思うんですが、はい、はい、ちょっとガムテープを剥がしていきたいと思います。はい、はい、ペラッとこれで剥がせたかな、どっかでくっついて、あ、こっちにくっついてますね。はい、はい、はい、よいしょ、開けました。お、お、これは、お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 、ちょっと待って、あのまだ、ふ、ちょっと多分カメラ見えないですよね。はい、はい、ふ、開けます。はい、なるほどね。ダイヤモンド社さんから、頂戴しておりますね。はい、はい、そうですね。ダイヤモンド社さんですね。はい、そうですね。はい。で、いただいたのが、はい、大学図鑑2024。はいはい。嬉しいですね。すごいですね。なんかキャスタイス TV にのフィットしそうな感じの。めっちゃフィットしてます、ね。そうですよね。はい。これはいいですね。もちろん僕あの過去のやつ、はい、たくさん見たことありますけども、まあ簡単に言うとですね、はい、いわゆる大学案内。あ、はいはい、超分厚くて、はい、まあ、めっちゃ載ってるやつあるじゃないですか。何百大学って、はいはいはい、そういうものよりはもうちょっと厳選されてて、うん、おそらく100弱ぐらい、82って書いてある、書いてあるね、はい、80、うん、100弱 182、なので、はい、それぐらいのものが載ってます、うん、なので比較的まあ有名大学ですね、うんうん、中心に書いてあって、まあ、そこのこう、まあ、リアルな部分っていうのが結構書かれていたりします、うん、なるほど、はい、まあ、ちょっと中身あんまりね読み上げちゃうとネタバレになっちゃうんですけども、はい、なんか適当に、あ、じゃあ例えばさっきね、はい、出てきましたから、まさに女子大、はいはいはい、見つけた、はい、白百合女子大、ね、あ、白百合女子大、あれ、うん、こちらは小倉優子さんが合格されたそうだね、よく詳しいな例えばね、なんかお嬢様大学の代表格、高嶺の花たちのハイソーサエティ大学みたいなね、うん、はい、なんかちょっとこういう、まあ、なんていうのかな、こうちょっと面白い要素含めた感じで書いてある、うん、ただ例えばちゃんとキャンパスのこととか、はい、まあ、世間の評判とかそういうの書いてて、なるほど、まあ、なんていうんですかね、その、うん、細かく受験対策がどうこうというよりも、はい、大学の雰囲気とかイメージだよね、はい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 、そういうのが分かるかなっていう本になっていると思います、うん、なるほど、まあ、志望校を選ぶという点で、はい、まあ、一個の基準というか一個の役立つかもしれないかなぐらいですね、そうだね、うん、だからどっちかっていうとイメージ先行なので、イメージ、はいはい、そう、例えばじゃあ白百合だったら、うん、この A 型の入試がいい、 B 型の入試がいいとかね、はい、丸々学部がちょっと偏差値的には入りやすいとか、そういうのは別に基本的にはないです、うん、なるほど、はい、だからまあイメージをつかむのに、うん、読んでいただくのがいいかなと、はい、思いますね、はい、はい、まあ、なのでちょっと今回ね、頂戴しましたけどありがとうございます、ありがとうございます、はい、憲本ということで、まあ、非常に嬉しいですね、まあ、そうですね、僕らが憲本って言っちゃいけないですね、はい、僕ら頂戴する側なんでね、はい、はい、ということでございます、というわけで本日の動画は以上です、最後にご視聴いただきましてありがとうございました、ありがとうございました。